BTU アニメラボお会いします。小林弘樹です。佐野です。セブライマツイです。またも山下です。お願いしま す。ヴァイオレットエヴァーガーデンの8話でございます、の感想でございます。少佐がいなくなったことを未だに信じられないヴァイオレットさんが、過去の思い出の場所を、狂気の沙汰みたいな状態でこう追いかけながら過去を思い出していくというお話でございましたね。そうでしたね。そう、少佐との出会いから、その少佐との最後の戦いに至るまでのお話をこう振り返るという、絶対に少佐が死んでると信じたくないもんですから、絶対に会いたくないであろう大佐に会いに行くというね、お前としか呼んでくれないで少佐に押し付けたやつですよね、あの大佐が、武器だと呼ぶ少佐に押し付けたあの大佐に会いに行き、少佐は死んだよと言われたところをもうブチ切れながら走って出てって、また少佐と昔暮らしていた、お屋敷に行き、よくしてくれたお手伝いの人にお墓を案内されてしまったので、ショックを受けながら過去の出会いから思い出していくという、そして郵便局の今社長である人は、あのベテランのお姉さんにめちゃくちゃ叱られると絶対に言っちゃいけない。あの人のうだつの上がらなさはなんかいいよね。あるよね、ああいう人ってね。ああいう男なんだろうな。じゃあ、竹ちゃんとやるよ、あのタイプは。まあね、やるとけ。そうね。あの、戦争の、てか軍人だった時のあの人も、もういい人から抜け出せてない感がすごかったもんね。戦争なんて、戦争なんて。金持ちなんだな。金持ちいいんだろうね、あれはね。おっちゃんからもうずっと出てるもんね。じゃあすぐ会社立てられんだな。死亡フラグ立てたけど生き残っちゃってるのあっちなんだなっていうね。この戦争終わったらって言ったもんね。一番大事なところに配置された感ありますもんね。そうなんだよね。その戦争に対してお金を出しているお家の息子だったという話もありましたね。ということで、その出会いからだんだんこう少佐に優しくされ、名前をつけていただき、そして言葉を教えてもらってたというね、両者も。そういや言葉は喋れてるよな、普通に。てか、あの打てたり、書いたり読んだりができてるのは、勉強したんだろうなと思ってたけど、最初は本当に全く何も知らない状態だったんだなっていうね。喋、ることすらギリギリままならないという状態から、ね、ギリングマシンでしたからね。報告書を教えてこう書くっていうね、報告書しか書いてない。もうちょっとなんか和気あいあいとしてるね、なんか頑張って少佐が人にしたよみたいな感じなのかと思ったら、意外とお手伝いさんの功績じゃんと思ってばっかりしてしまいました。噛まれてたもんね、お手伝いさん。一番その獣を人間にしてあげたかもしれないね、あれね。生活の中で付き合ってあげたよ、確かにね。だって噛んだ女に久しぶりに会ってめちゃめちゃよくしてあげてたからね。久しぶりに会ってもそりゃね、ほんと母親みたいな。少佐が見ないようにしてたじゃん、どちらかといえば。そのうってなってるの、うんってなりながら、嫌なとこ見ないっていうね。服を与えてくれ、お風呂に入れてあげてくれは全部お手伝いだよね。そうだね、全部やってくれたの、そこだからね。久しぶりに会っても優しくしてくれて、そうだな、確かにな。本当にあの獣でしかなかったんだね、最初の感じだね。毛布かければ警戒しね、ビクビクしてるだけとか態度悪いだけかと思ってたね。そう、それだって人見知りとかちょっとコミュニケーションの話でするけど、違うじゃん、マジで獣として育てる、ね、ちょっと人になってから少佐優しくしたり、そうだ、少女を教えたり。そうだ、スタート一番獣使いのお手伝いさんが付きしてから、よくないよ、そのいいところでよくないな、かいさん。ちょっとそれは確かにな、今俺少佐のこと褒めようとしてたけど、お手伝いさん褒めてる。お手伝いさんだな、確かに一番はな。母強しですから。ね、本当。そうだな、父親だな、あれはいわゆるな。母親が一番ちゃんとしてな。思春期になってから父親が頑張ってるパターンのやつだな。そうね。まあ、翔さんにね、その、だんだん戦争を経験しつつも、人の心がちょっと芽生えかけたかな、どうかなというところで、あの、宝石を買ってもらったりしたというね、くだりもあり。同じ目をしているからという理由で、初めて欲しがったものであると。狂気的だったね、理由は。目をね、目がくれよ、少佐の目があります。美しいは綺麗と違う、同じ、似ていますか。言葉知らねえからさ、報告書に美しいは書かないじゃん。綺麗は絵本とかだったらね、まああったかもしれないけどね。表現報告怖えな。一歩間違えれば本当目えぐり出して最後ね、残念な話でしょ。戦争の時に、もし自分が目覚めた時に横に死体の少佐あったら目えぐり取って持って帰ってくるから。ありがとうよ、同胞に殺されて終わりよ、本物欲しがってますよ。そんなことはないでしょ。そうなのかな。いや、それに近い発言をしてたからさ、もう目を欲しい。あなたの話ですか。あなたの話じゃないですか。そうですよ、
あ、そっか、まあそうか、ね、あの綺麗な目は目なくしてめちゃめちゃ慌てて取り返したいって言ってたのはそういうことですもんね。今のハンターハンターの現在連載してる話と大体同じ。違う、ぶち切れてるから。ごめん、今俺なんとか言おうと思ったけど違うわ。違うの。頑張ってちょっと寄せ、幅寄せしてたけど全然違った。この女性は綺麗な目イコール火の目しか出てこないの、ね、惜しかったな、火じゃなかったしね、今日ね、まあそのことしつつ最後の戦争でね、今回はその作戦バッチリでうまくいくんじゃないかな、多少怪我はするだろうけどみたいな感じのね、なんかあの作戦の目論みに若干の甘さがある感じのね、ザックバランとした作戦でね、あ、これはやばいぞっていう感じがプンプンでしたね。こっそり入って外から撃って、こっそり入って占領したらお知らせするんで突撃してください以上ですっていう作戦。これがブラックなのか、まあ、これが戦争なのか。最後だからって言ったら、そうだ、予定、まあ、もうここさえ落とせばもう終わりで、もうこの戦争終わりが近いんだろうと。最後爪に甘いから、ね、そうそう、今までの勢いでいけるだろうっていうのがどっかにあるっていうね、まあ、ここで終わらせれば一番犠牲が少なかった済むって話なんでしょう。そうそうそう、ここさえ落とせばもうこのままいけるんだっていう、一番大事なとこだと思うけどな。うん、まあちょっと全体的に優勢だったんだろうね、そのもうすでに周りも囲めててっていう状態だったりとか、相手の兵士の数とかも多分少ない状態だったんだろうし、腰乗ってるパターン、そう、油断、一番やばいやつよ。養生選挙ってまださ、はいはい、国民感情がギリギリでもうここで終わらせないと面倒くさいことになるとか。ああ、そうね、それ以上つついたらもう何してくるか、うん、怖いからさ、向こうも向こうでね、その占領されてた、向こうの占領されてたところを解放してあんな風に明るくなってるってことはもう戦争の悪い空気がずっと蔓延してる状態ではあっただろうがね、お互いに終わりって言ってほしいもんね。何話か前に言う人、お兄ちゃんの話とかもあったけどさ、うん、なんかあまりにもやっぱり犠牲がお互い多くなりすぎて戦争がこれ以上無理、なんか無理な状態になったから、うん、終わる理由を作りたいっていうのはあるんだよね。ということはある、うん、まあまあもちろん勝って終わりたいんだけれどもというところで、うん、その油断しながらも、まあ途中まではうまくね、うん、トントン拍子に、まあ半分ぐらい人減った気がするけど兵士は残りどうだっつったら、大声で元気よく半分ぐらい死んだ報告してたもんね。まあ死んだかどうかわかんない、まあね、まあまあ、撤退って言ってた人もいたから、うん、ちょっとまあまあなんとかねつつ、バイオレットさんの活躍もあり、最後にこう占領したぞってお知らせしたところで、後ろから残党に少佐の目を撃ち抜かれ、あの大好きだった目を撃ち抜かれたところで終わりというね、今回は。その辺からあれだよね、もうバイオレットさんのおぼろげな記憶の中で口で持って帰ろうとしたくだりとかつながっていくわけだよね。あの、いやなんかまあ映画っぽい感じのシーンからいい感じのところでこうバンって一旦終わるという感じでしたけどね。まあまあ分かってはいたじゃん、今回の最後の、まあ、そうところはね、そうそうそう、分かってはいるのよ、うん、ここでそのいろいろとおぼろげだった記憶をどう思い出して、どう変化するか、ね、そう、そして少佐のことを受け入れられるのか、はい、そしてまかり間違っても少佐が実は生きてましたっていうぬるい展開にはちょっとここだけはね、頼むぞ AI パターン、そこだけあのぬるくない、ぬるくない形で生きてるはなんかね個人的にはあれな気がする、生きてでも、うん、まあ、あるじゃん、いろんな形が。どっちにしろ少佐はあまり戦争には向いてない人だったな。そうだね、まあ、やっぱりさ、あれじゃないですか、あの最後まで終わってさ、やったぞっつってさ、最後的に殺されるのは新兵のパターンじゃないですか、大体。そうだね、油断してるんだからね、もう戦争に向いてないわ、ほんとそうだね、うん、作戦の時もそうだし、あの油断もしてる時もそうだし、終始の、終始そのバイオレットさんへの可愛がり方も、なんやかんやでさ、その中佐だった今、郵便局のさ、社長はさ、うん、まだあのバイオレットを連れてるのかっていう時の表現とかだったり、戦争慣れしてる感じはあったよね、うん、精神的な意味で。慣れちゃったらダメ、臆病者じゃないけど、うん、よくはないんだけど、よくないんだけど、戦争の状態には慣れてる、少佐が一番向いてない人だったっていうね、うんうん、そういうとこはあるんだな。で、まあ、雇う約束してたんだねっていう軽口の流れで、うんうん、お前雇うか、お前なかったらそこのバイオットちゃんを雇ってあげるよっていう、その約束を守ってたっていうことなんだね、うんうん、いい人ではあるんだよな、いいバカなんだよな、ちょっとな、でさちょっとわからないな、人が、僕らなんていうかね、なんだよな、もうあんなさ、戦争の最後の戦いの前にあんな男同士でイチャイチャしながらこれから語っちゃダメよね、どっちか死ぬよ、なんないから抜群のフラグだからさ、ね、からさ、どっちか死ぬよ、あんなもどっちかが両方だから、そうそうよ、というわけで、まさかの、死亡フラグを立ててない方の少佐が死んだという、うん、死んだのかなというところで、これからどうこう終盤に向けていくのか、う
ね、今までの伏線のこう回収というか、今までこう説明してた、なんとなく説明してた部分をしっかりはっきりこう描写したというところもあったんで、ラストに向かってどうクライマックスになっていくのかなというのが楽しみといったところで、以上とさせていただきます。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。